どうも、ジャナンビーフくんです。おはようございます。現在の時刻7時4分。本日は19日日曜日、何かというと VSE 初最終最後のジャナンビーフくん乗車となります。最初は8000型になっていきます。それでは本日もよろしくお願いいたします。やっぱそうだよね、未熟歩に鳴らしてくるわ。レア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 車来た。
ではまずツアーの最初であります成城学園前駅についてご紹介をしていきたいと思います。で今日皆様にお集まりいただきました成城学園前の駅は1日7万4920人のお客様にご利用いただいています。小田急線の駅が70駅あるうち15番目にですね、乗降客数が多い駅になっています。駅名はですね、開業前に財団法人成城学園が移転し、その要請を受ける形で駅を設置したことから、成城学園前の駅名となりました。1927年に小田急の前身であります小田原急行列と小田原線が開業した時からできた駅になります。ちょうど駅が開業する前に成城学園が今の場所に移転しまして、成城高等学校の校長でありました小原文夫さんが駅を承知して、この成城学園前の駅が開業しています。駅周辺では、タクシー配達を行い、つもり駅で学校を建設する方法で、成城学園を往復していきました。その後、1932年、昭和7年には、小田急線初の工場駅舎に改築されています。ロマンスカーは専用ホームに止まったんだけど、先にあるなんかカフェみたいなところが潰れたから。はい、快速急行ですね。これに一本引かれます。窓から絶対顔出さないようお願いします。後ろの方何も見えないですね。はい、さあどうでしょう。まだ来ないですね。まだ換気のために今年1個分ぐらいなら当てていただいて。写真を撮影されてる方は多分あれですね、昨日のネットニュースなんかを見ていろいろと勉強されてるんですね。並ぶところが千歳浦橋とか粗品大倉じゃないということが分かってるみたいで、あまりホームにはガッツリコースの方、ライトコースの方に手を振ってあげてください。前の方の車両でお客様たくさん乗っていますのでお願いいたします。さあいよいよ後ろに近づいてまいりました。来ましたよ来ましたよ。はい、はい、先頭部分が来ました。はい、はい、来ました。じゃあ一緒に成城学園に入っていきます。はい、向こうも展望席から皆さん映してますね。はい、すごいです。成城学園の駅を着いて最初の見せ場です。VSEと並走しています。
だが、宮城が優勢ですので、はい、お待ちで仕込みます。今、車線で小林を追い込みたり、車中のカメラマンがいるというような情報もあられてきて、皆さん結構集まっているようですよ。はい、じゃあこのまま並走してですね、キャビンを通過しています。少し VSC が現れている感じですかね。いずれにしてもお願いします。続いておきます。これ昨日もそうなんですけども、この VSC のですね、発生型、VSC のはチャンの乗務の車掌さんが今乗務しています。発生型の方は今日の運転手さんの車掌さんが乗務しているわけで、お互いにですね、今日しません。この呼吸を合わせたですね、出てくる、そういうことがないか。何もですね、打ち合わせなくて、そういうことがないです。そうですよね。クエ言いまして、2番ホームには VSE が近づいてまいりました。さあ、抜いていくんでしょうか。そちらもご覧ください。はい、遠慮がちに抜いていきました。VSE に抜かれてしまいました。
はい、遊園で抜かした、向こう側が遊園で抜かした VSE にここで抜かれてしまいました。